むつりょうこむつりょうこむつりょうこ11月明治三十三年八月十五日は明治時代の政治家で外交官でもあった白尺むつむねみつの妻日本赤十字社正社員その美貌と聡明さによってワシントン社交界の花と呼ばれた旗本カナダ時富のかけが生んだ長女として江戸に生まれる明治の初め東京新橋にある柏屋の芸者となり 朝礼の名で通る。板垣大輔に愛された昇進と並んで、新橋の装備人と呼ばれ、新橋で一、二を争う美貌の名義だったという。下流会に身を置きながら、男嫌いという評判もあり、身持ちも固かったと言われるが、結局は、明治5年2月、むつむねみつの繊細ハスコが亡くなり、同年5月に17歳で客であるみつの5歳となった。繊細の残した子は、 長男、広吉と、次男、淳吉の二人だった。結婚の翌年、宗光との間に、長女、清子が生まれ、明治十年には衆都にあたる伊達胸広が死去している。明治十一年、政府転覆運動に加担した疑いで、夫の宗光が、金庫五年の刑に処せられ、山形監獄に収監された。良子は、宗光の友人の津田家に身を寄せて、衆都目の政子に仕え、 子育てをしながら、獄中の宗光を支えた。宗光は良子に、たくさんの手紙を書き送っており、宮城監獄週刊中に、相愛の夫婦の母上を監視にして、良子に送っている。明治15年、宗光は、読者によって、出獄を許され、翌明治16年から伊藤博文の勧めもあって、ヨーロッパに留学する。胸光が外遊の間に、 両子に宛てた書簡は50通を超える。明治19年、宗光は帰国して政府に出資する。社交界入りした両子は、白爵戸田宇治高の夫人、曲子と共に、六名館の花と呼ばれた。明治21年、中米公使となった宗光と共に渡米する。その美貌、個人的魅力、和術によって、第一党の貴婦人と歌われ、ワシントン社交界の花、 中米日本公使館の花と称された。明治26年、宗光との間にできた清子が亡くなった。まだ20代前半の若さであった。明治30年の宗光の死後、宗光と祇園芸者との間に生まれた金田冬子を引き取り、育てた。良子は明治33年8月15日、45歳で亡くなった。腫瘍が転移したためだった。冬子は、 良子の死後、宗光の長男、広吉の幼女として、道の区家に入ったが、1904年5月22日、亡くなった。ありがとうございます。